どうもストリートワークアウト公認トレーナー全開マックスです。はい、冗談です。怒られますね、カムイさんにこんなことしてたら。今日はですね、この間ね、日曜日にね、ストリートワークアウト徳島でね、合同トレがありました。それでね、事前にね、日本チャンピオン、アジアチャンピオンで世界4位のね、矢野正人くんっていう子がね、ちょっとね、呼びかけてみたんですよね。そうしたらね、結構ね、人がね、集まってきてくれて、ちょっとびっくりしたんですけど、それをね、ちょっと撮影してます。これはね、正人くんの YouTube の方で、まあ、流れてるんですけど、まあ、軽くね、どういうものなのかっていうのをね、僕の動画の方でね、軽く紹介したいと思います。では行ってみましょう。どうぞ。やってもらった。あ、分かりました。バーだ。あ、よかった。僕は男子で行きます。いや、すげえ。うわ、すごい。入るの分かります？肩の前、ま、肩の前に入ったら結構それ正解なんですよ。すごい。すげえ。おお。え、できてる。軌道も斜めに出して斜めに上げるみたいな。懸垂と全く違う。こう。そうです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 。いけるね。あ、そうそうそうす。あ、そうそうす。おお、すごい、すごい。すごい。ああ、いける。ちょっとすごい人来ましたよ。なんかちょっと胸筋やばくないですか？いきますよ。せーの、ストレッチ。ワンダー。ストレッチ。ワンダー。ストレッチ。ワンダー。イエーイ。はい、それでね、この今流れてる動画、ここちょっと言い訳させてください。ね、ストリートワークアウト、ストリートワークアウトってね、3回言うんですけどね、僕思いっきりフライングしてますね。あれね、ちょっと勘違いしてね、ストリートワークアウトその後3。はい、動画は以上となっております。ストリートワークアウトっていうのはね、ここ最近ね、すごく認知度が上がってきましたね。僕らやり始めたその 2,3 年前なんてね、もうあんまりね、知られてないような状態でしたからね。人もね、やっぱり声かけても全然集まらなかったしね。すごいですね、今だいぶこの認知度が上がってきました。それでね、僕はね、徳島県の西部に住んでるんですけど、もしね、そのストリートワークアウトに興味があるとか、やってみたいなっていう人はね、ぜひ僕の方に一声かけてください。一緒にやりましょう。それでね、また徳島でね、合同トレとか香川の方とかね、あるんで、まあ、行きたかったら一緒に行ってみましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。